お疲れちゃんです。ラットです。だけで、今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はね、こちら、テスラクロスを使っていこうかなと思います。そしてですね、なんとテスラクロスといえば、ここアーチャーだと思うんですけど、そこはね、ロケット方式に変えてみましたっていうわけで、やっていきます。まあ、ロケ方式とね、アーチャーって、ぶっちゃけ、あれっすね、ステータスっていうのかな？基本的な能力はあんま変わんないっすね。ロケ投手とアーチャー、ちなみに HP 一緒です。一緒で、まあ、火力とかはまあ若干違うんすけど、まあ、言ったら多分そんな変わんないしって感じで、まあ、お互い嫌な目で死ぬけど、ウッドとかザップ一発は耐えるって感じですね。ウッドザップ両方まで取られると、まあ、やられちゃうんですけど、みたいな感じで、まあ、正直アーチャーとロケット氏変わんないっすね。まあ、アーチャーだとスケラに強くて、ロケット氏だと、まあ、うざさがね、増すみたいな感じかな。と思って、あ、待って、やべえ、ずれたかも。え、ちょっと待って、待って。クロス、ずれた説あるっすよね、これ。さては、ずれた説あるっすよね。これ、ウッド打って、タゲ外すとペッカに行くみたいなのがあるかな。これさては、ごめんなさい。クロス、しょっぱなからね、ちゃんと外しちゃうっていう、まあ、事件ですけど、このね、さ、ロケット投手がすごい活躍してくれるでしょう。そして、防衛クロスみたいになってますが、ええ、これはあるあるなんでね、気にせず行きましょうか。よろしく。クロス、普段使わない人あるあるですね。これまた、本当に。さあ、とりあえず、テスラ立てておきましょうか。あ、いい、これさ、やばくね？なんで？テスラ、動くじゃん、最後に。これ気分悪いっすね。さあ、そして相手はペッカも使い、っていうかまあ使ったんで、普通に置いていきましょう。ペッカ蓋されますが、多分突破できそうですね。アイゴレでゴーストをテスラが殴りつつ処理して、マジャッチ来たら速攻ファイブからの、さあ、あ、待って、これテスラに入ってない。これ多分ザップ打たれる、からの神ウッドによって、ウッドのおかげではなさそうですが、さあ、クロスが入っていきます。これは、アイゴレでいい感じにね、立っていきます。さあ、ロケット押しね、これからもうバチコリ活躍していきますよ、マジで。これなんか、個人的に今、ロケット押しが好きっていうのもあるんですけど、なんか、ロケット押しの方が使いやすいんじゃねえ感がすごいありますね。まあ、人によると思うんですけど、なんで、まあ、ロケット押しもノーマルカードですし、なんか俺、僕もロケット欲しい。あ、待って、テスラさ、よくねえ、これ。さては、ずれるようにできてますね、このカード。そう、ロケット欲しいのが、もしかしたら使いやすいって方も全然多いと思いますね。さあ、クロス。これは徹底してファイブを処理して、まあ、処理できないんですけどね、僕ぐらいになっちゃうと。さあ、いい。いい、テスラ。いや、本当にテスラ、おふん。ちょっと、テスラ。ですら本当にもういいからね、それ。で、これワンチャンウッドでルート強制して、いや、うまいですね、これ。単純にうまい。ファイブ削りしていきまーす。雰囲気ね。雰囲気ちょっとクロス使い感出てますが、ケツペッカしたらもう始めクロスちゃぎりたいですね。まあ、それまでは、まあ、耐えていきましょうか。これロケット押しがね、ワンチャンこっちさえ来てくれないかな。ここ延命してあげます。ファイブ打って処理します。あ、だって、うわ、やばい。まあ、ここは多分、残すことに、あ、ルート強制された。やばい、言うのでね。さあ、ここロケット押しが、いい感じに活躍しつつ、よいしょ。耐えます。いいですね。ここのクロスですよ。これ。これね、すごい厄介。ポイズン打った後で、ロケ砲がしかもタワーにダメージ与えるんですよね。で、ここは、いい感じに逃げてくれて、さあ、タワーとユニットと、いい感じに処理できています。あとは延命ゲーですね。一旦延命して、さあ、延命しすぎない程度にね、さあ、ダメージ稼いでいきます。そして、ここまたロケット方式で回収しつつ、よいしょ！あとはもう、チャキって勝ちましたかね。これはもう、あ、お疲れ様でした。グッドゲームです。これロケット方式がね、いいのよ、これ。メガナイトとか、ユーノとか、こう全部突進してくるんですけど、あれ全部1回目はね、逃げ切れるんで、っていうの分かりますかね？こう、突進してくるんですけど、その瞬間に、方針もやっぱ下がるんですよね。なんで、1回目の、あれで、自然と避けてくれて、そこを延命してみたいな感じで、こう、ロケット押し、ベビドラ2発で死んじゃうとか、マジヤチャー3発とかかな？で死んじゃうみたいな、そういう細かい何発で、こいつやられちゃうみたいなのとかも結構覚えておくってね、すごい、
やりやすくなるかなと思いますね。さあ、というわけで、相手はウォールブレイカー。うおー、違う。ウォールブレイカー。あ、これミカさんデッキさ、だわ。ウォールブレイカーバレルときたら、バルキリーミニペイ、スケルトン部隊、さあ、ミカンさんデッキですね、これは。これはミカンさんデッキの弱点、僕は知ってます。中型スプレーがありません。というわけで、防衛クロスいきまーす。腹筋入ってた気もしますね。いや、そう、ミカンさんや。ミカンさんのそのデッキ、知ってる。さあ、これはね、まあ、問題どうやって削りましょうかって感じですね。前半はどんだけ攻めてもきついかもしれないんで、まあ、前半耐えつつ、後半かな。これ、ロケ砲とスケでワンチャンバレル完封できそうと思ったんですけど。さあ、早めに処理。ミカンさんデッキですね。平均コスト 3.1 のデッキですね。そうですね。三角見ました。もう平均コストでデッキ基本的に覚える人なんですよね。なんか、ああ、3.8 のあれだよね、みたいな。そんな感じっすね。よいしょ。なんで基本的に平均コスト言われると、ああ、あのデッキねーってなります。よいしょ。腹筋は抑えつつ、まあ、いろんなね、パターンのデッキの覚え方あると思うんですけど、これはいいですね。チャキリタイが、まあ焦らずね、焦らず相手は中型スプレーがありませんので、こうファイブで削っていきましょう。もうでもこれで勝てますね。防衛クロス置いて、ファイブだけで削って、タイブレーカーで勝つっていう、多分、すごいね、つまんない試合もお届けできるんですけど、まあどうせならクロス通していきましょうか。で、ロケット押しがまたこれいきますよ、皆さん。これ見ててください。これロケット押しいきますよ、皆さん。ここ、無視からの、さあ、これテスラでちょっと焼いちゃいましょうか。スケアミかな、あ、スケ。さあ、もうロケット押しがね、相手すごい多分厄介。よいしょー、いい。からの、ロケット押し、ロケット押し、ロケット押し、バイバイ。さあ、なんとも言えない活躍ですが、いいんではないでしょうか。決して悪くはなさげですが、さあ、ここ、配合を使わなくて良さげですね、さては。さあ、あ、ちょっと痛い。からのクロス。そして、ロケット押し置いちゃって、これウッドで美味しくいただきましょう。おお、ロケット押し勝手にやるね、君。いや、いい。これ、アイスピやっとけばもっと良かったですが、さあ、ロケ砲がね、意外と、タルババで処理してきても、てか、柳雨持ちだったらね、柳雨で結局処理されるんですけど、矢の雨以外だった場合に、すべてに対して強いみたいなのがありますね。ウッドだと残るし、タルババか?タルババだと、微妙に残る。なんで、そこを殴られる、ババに殴られるところをスケで延命、アイスピで延命すると、うわぁ、残ってんのかっていう。ね、相手に精神的ダメージもね、直接ダメージも与えられますし、ユニットも処理できるとそのままいろんなね。で、ファイアボとか作ってくれたら、エリアとクロスも、こう、起きやすいですし、みたいな感じでね。まあ、柳雨だった場合も、クロスの場合は回転が早いんで、そんな関係ないみたいなとこありますね。問題はスケラぐらいですね。スケラ柳雨ぐらいだと、ちょっと辛いかなと思いますが、まあ、それ以外には意外となんとかなりそうですね。さあ、相手のデッキは、マスケティやダクプリときたら、僕の知ってる範囲からしたら、ジャイスケラかスパーキーか。ファイボか。ファイボはこれまた珍しいですね。すごい。これちょっと暇っすね。顎で受けて。なんだろう、スパーキーか。いや、スパーキーかな。スパーキーかジャイスケラとかなんかもしんないんですけど。おうおうおう。これまたやんちゃな攻めをしてきますね。さあ、ロケット押しがいい感じ。ここ行っちゃいましょうか。これ、ロケ砲が多分、AM が事故らない限りはいい。そして、ジャイか何かが。あ、ご無事ですね。さあ、このロケット押しが結構うざいと思うんだ。ウッドからのアイスピで、これ両方とも固めちゃいたい。さあ、で、ここは一回、挟めないので、見送ったんですけど、まあ、ロケ砲がいい感じに、なってますね。相手がファイボとザップか。うわ、一発撃つ。ナイス。そのダメージ、そのね、若干受けてるところで一発撃つのは素晴らしいですね。さあ、スパーキー説が若干出てきてますが、これもうファイボで削っちゃいましょう。美味しいですね。
からのもうロケット押しで、あれまあまあまあ落ち着きましょうね。後ろから出しとくだけで相手が矢の雨じゃない限りもうロケット押しは鬱陶しいと。勝ちムーブですね。まあ問題はこれですね。これをね一回守りましょうか。からのウッドとか適当に転がしつつで、ワンチャンマスケ来るかな。あーそれはね辛い。ロケット方式でいい感じに来たいですね。まあ、あとここはただの防衛技術みたいになっちゃいますが、あやべ、あでもいい、ういーハサミ、いいハサミ。あーこのあれちょっと下手でしたね最後。さあここも5を2周ぐらいの間隔でスパーキーもね処理していきたいですね。これやっぱロケ法が、ロケ法がやっぱいい味出すのよ多分。さあ5分これ置きつつ、アイゴレで挟みつつ、さあこれはもういらないっすね。だからロケ法の貫通でウィーナイスですが、ちょっと怖いですね本当に怖い。この永遠防衛タイムが続くとちょっと怖いですが、これはまたおしゃれな攻めが飛んできましたね。ここで受けつつ、さあロケット押し君には活躍してもらいましょう。からのこれはサタイ来ましたね。相手はスパーキーを割いたのでここにゴブジャイしかないんですよ。おれ暗い、おれ暗い、うわ E5 を避けろ。いやワンチャン避けれそう。あてか入ってるわ、ラッキー。というわけで勝ちました。うん、勝ち方、勝ち方がすごいなんかねあれって感じなんですけど、やっぱロケット虫がねいることによって世界変わるんですよね本当に。このデッキちょっと楽しいですね、愛用します。というわけでこのねロケ砲型クロスちょっとおすすめかな。また動画出したいですね。しかもなんとウルトラがウッドしかない。はい、というわけでおすすめでございます。というわけで3月はね毎日日本投稿しようと思ってるんで、マジでサボってたら本当にもう僕をボロクソ言ってくださいコメント欄で。はい、毎日日本出します。ではお疲れ様でした、バイバイ。